共活は、アルフレッド・ヒッチコックが監督した1929年のイギリスのサスペンス映画、主演にアニー・オンドラ、ジョン・ロングデン、キルル・リチャードを揃えたスリラードラマである。1928年に、チャールズ・ベネットが発表した同盟の戯曲を下敷きに、暴行されそうになって、相手の男性を殺してしまい脅迫される、ロンドンの女性を描く。制作開始時は、 サイレント映画として企画したブリティッシュインターナショナル映画は本作に音声入りの別版を設ける案を採用。これを封切るとヨーロッパ発の人気トーキーになる。音響設備のない映画館向けのサイレント版は音声入りの直後に公開した。どちらも英国映画協会が収蔵している。この作品はイギリス発の長編トーキー映画としてしばしば紹介され。 公開の1929年には、イギリス映画第1位に選ばれた。タイムアウト死が2017年に映画関係者のアンケート調査を行い、俳優や監督、作家やプロデューサー、評論家150人の投票では、イギリス映画全作品中、第59位に入っている。日本では、劇場公開されず、ビデオや DVD、ネット配信においては、強括 ヒッチコックのゆすり、ゆすりなどのタイトル表記が使われることがある。スコットランドヤードのフランク・ウェーバー刑事は1929年4月26日、ガールフレンドのアリス・ホワイトを誘って喫茶店に出かけるが、ひょんなことから口喧嘩になり、ウェーバーは席を蹴って店を出て行ってしまう。それでも仲直りをしようと席に戻りかけた時、アリスが見知らぬ男性と店を出て行くのを目にした。相手は、 会う約束があるとアリスから聞かされていた画家のクルー氏という人物だ。気が進まないというアリスにクルーはぜひ自分のアトリエを見せたいと粘る。説得されてアパートの部屋に入ったアリスは笑うピエロの絵を褒めたりクルーのパレットと絵筆を借りて落書きのような人の顔を描いたりした。するとそこにクルーは筆を数回加えると裸体の女性像に変えてしまう。 クルーはアリスに筆を持たせると、手を添えて、アリスというサインを書かせる。踊り子のコスチュームを渡されたアリスは言われるがままに、着替え、クルーはピアノを弾き、ミスアップとデートを歌い始める。突然、キスされたアリスは腹を立て、もう帰ると言い出ししきりの向こうで衣装を脱ぎ、自分の服に着替えようとする。ところがクルーは、アリスの着る、はずの服を隠し、暴行しようと襲いかかる。 アリスが助けを求めてどんなに叫んでも、声は建物の外に届かない。身を守ろうと必死のアリスは、そばにあったパン切りナイフをつかむと、クルーを刺してしまう。怒りに任せて、ピエロの絵を引き裂いたアリスは、ふと我に帰ると自分がそこに来た証拠をあてて消し、アトリエを出て行く。部屋には、アリスの手袋が残された。頭が混乱したまま、アリスは夜の街をさまよい歩く。 クルーの遺体が発見され事件の担当に選ばれたフランクは現場でアリスの手袋の片方を見つけると被害者の顔を見て誰か分かったのに上司に報告しない手袋を持ち出したフランクはアリスの父が経営するタバコ店を訪れるがアリスはすっかり取り乱していてフランクにきちんと説明ができない映画の宣伝用チラシタバコ店の電話室に入り 他人に聞こえないよう相談する二人のもとへ、トレーシーがやってくる。前日、クルーの部屋へ入っていくアリスの姿を見かけ、アリスのもう片方の手袋を証拠に持ち出していたのだ。フランクも手袋を持っていると知ると、トレーシーはアリスとフランクを脅迫する。些細な要求だったため応じた二人だが、フランクは警察がトレーシーに事情聴取すると知る。 どうやら殺人現場周辺の聞き込み捜査で前科のあるトレイシーの目撃情報が入ったようだ。フランクはトレイシーに口止め料を払うと約束し、その陰で警官をトレイシー連行に向かわせる。普段なら、明貧なアリスも何が起きたのかフランクに説明できないまま、だんだん重圧が増してゆく。その頃、同行を求めに来た警官と話したトレイシーは白を切れなくなり、 警官を振り切ると、大英博物館に逃げ込んでいた。有名な図書室の丸屋根によじ登ったのだが足を滑らせ、天窓を突き破って転落し命を落とす。警察は、殺人犯はトレーシーだったと推測する。そうとは知らないアリスは、やはり自首するほかないと心を決めると、スコットランドヤードに出頭して、主任警部を呼び出してもらう。ところが、警部は、現れず、 あらかじめ電話で、アリスの話を聞くように命じられていたフランクに話をすることになると、アリスはついに真実説明するのも、おぞましい目に合わされそうになりさしてしまったことを語り、フランクは正当防衛だから、二人で、ロンドンを去ろうと説得する。警察署を出ていく二人と入れ違いに、例の切り裂かれたピエロの絵とアリスが署名した落書きが、運び込まれてきた。 無声映画として撮り始めた本作はヒッチコックが、プロデューサーのジョン・マクスウェルに交渉し、人気が出始めたトーキーを一部のシーンに使う許可を得る。多くの情報源ではヒッチコックは、シーン限定という条件が気に入らず、実は密かに、全編トーキーで撮っていたと伝えるが、実際には、サイレント映画として、ほぼ撮影済みであり、出演者の顔が映らない場面を選んで、 トーキーを合成した。トーキーと言いながら、撮影現場に、スタンバイさせた声優に、台本に合わせてセリフを語らせ録音するという、アテレコである。映画のサウンドトラックには、冒頭の6分半も、その他の短いシーンも、音楽の伴奏のみで俳優の声は入っておらず、映画の締めくくりで、主人公たちが、警察に追われるシーンも、大英博物館の丸屋根で脅迫犯が最後、を 迎えるシーンもである。したがって、BIP が、トーキー映画として宣伝した、恐喝は、実は、サイレント映画の一部音声入り、つまり、部分トーキーと言って良い。その点、同年のモーリス・エルビー監督作品、反逆罪は、対照的に、トーキー版とサイレント版を同時に制作した。トーキー版は、全編、音声入りである。イギリス最初期のトーキーとしての、 強括は映像フィルムに録音体を貼り付け、RCA フォトフォンにより録音した。アメリカの全編トーキー第1号、ニューヨークの明かりは、バイタフォン開発のサウンドオンディスク方式で、映像フィルムとは別の媒体に映画1本分の音声を収録してある。強括はまた、ヨーロッパ発の映画専用スタジオであった、ブリティッシュドミニオンズ・インペリアル・スタジオのサウンドステージで撮影された。 一部のシーンのみ音声を入れた背景には、プラハ育ちでチェコなまりが強い主演女優オンドラの肉声をイギリス映画に使うわけにはいかないという判断があった。制作班は、録音技術に習熟しておらず、オンドラの声をすべてアフレコすることは不可能だったこと、セリフがあるシーンのみ代役に演じさせる、替え玉撮影という手法は却下されたことから、 女優のジョーン・バリーを撮影現場に招き、オンドラのセリフを語らせる方法で録音した。オンドラは会話シーンで、バリーの声に合わせて、口パクを演じさせられたため、見方によっては演技がぎこちない。ヒッチコックは、自身の作品の商標となる要素をいくつも盛り込み、本作にもブロンド美人、迫る危険、フィナーレの有名な景色などが整っている。また、 大英博物館と書室のシーンでは、高業不足が気に入らず、プロデューサーに無断で模型を用意し、主負担プロセスで撮影した。本作は評論家に高く評価されて興行も成功。その音声は独創的と称賛された。劇場公開は、トーキー版が先で、その直後に全編サイレント版を1929年に上映している。すると、結果として、 上映日数も、工業成績も無声版が記録を伸ばし、イギリス全国の映画館に、まだまだ音響設備が整っていない事情が浮かび上がる。一部の映画批評家は、本作のサイレント版をより高く認めるものの、映画史上に記されたトーキー版、強括の存在は大きく、また現状では一般に入手できる商品は後者である。その他音声のあるなしで変更されたのは、 主任警部役で、ヒッチコックは、サイレント版にサムリブシーを起用しながら、トーキー版では、ハーベー・ブレイ版に変えている。ヒッチコックの作品の多くに監督自身のカメオ出演が見られ、本作では、ロンドンの地下鉄で幼い男の子に、読書の邪魔をされる乗客として映っている。差しは、数あるカメオでも、おそらく最長であり、映画の冒頭回10分に登場する。 映画ファンの間で監督の亀名出演が有名になるとシリーズ作に登場する分数は劇的に短くなった。報道陣と映画配給会社向けの試写会は1929年6月21日にマーブルアーチのリーガル劇場で開かれ一般向けには1929年7月28日にロンドンのキャピトルシネマで封切った。教科は同年工業で 最も成功した作品の一つであり、映画評論家からは、辛口の賞賛を受けた。河の世論調査で、本作は、1929年のイギリス映画第1位に選ばれた。これは前述の通り、観客動員数が多かったサイレント版の人気に支えられた部分が大きい。同じイギリス国内の全国投票を見ると、強括の前後の年間1位の人気作は、 ザ・コンスタント・ニムフ、ルーカリー・ヌック、ザ・ミドル・ウォッチ、サンシャイン・スージーである。映画史研究家はしばしば初期のトーキーとして、恐喝を記念碑的作品と呼び、また、イギリスの真の前編トーキー長編映画の第一号として引用される。制作班には、将来の映画監督の卵が参加しており、ロナルド・ニームがカチンコかかり、また、 潜在用のスチル撮影をしていたのはマイケル・パウエルである。イギリスの初期陶器ー映画でそれぞれの録音手法を採用して一部のシーンに音声を入れた作品を挙げる。ブフィはヒッチコック映画の原版復元事業セーブ・ザ・ヒッチコック級に予算200万ポンドを付け、強括の復元もその一環で2012年に完了した。ヒッチコックのイギリス映画はべて世界中で 著作権保護されながら家庭用ビデオで録画した海賊版が大量に出回っており本作も例外ではないさらにサイレント版とトーキー版の両方にライセンスが付与された影響も商品化二次的使用製品を規制しているオリジナルを復元した正規版は音声のあるなし媒体もビデオや DVD あるいは流通経路もビデオオンデマンドがあり 多様な組み合わせで商品化を手掛けるライセンシーは、イギリスのオプティマム、アメリカのライオンズゲートがある。代表執筆者のせいの ABC 順。ありがとうございます。